北京共同、北朝鮮の金正恩朝鮮労働党委員長は1日、国営テレビなどを通じ今年の施政方針にあたる、新年の辞を発表した。米本土全域が北朝鮮による核攻撃の圏外にあるとの認識を表明し、核のボタンが私の事務室の機上に常に置かれていると主張、核弾頭と弾道ミサイルを量産し実戦配備に拍車をかけるよう指示した。一方で2月の韓国、平昌冬季五輪に代表団を派遣する用意があると述べ、南北関係改善に意欲を示した。韓国の張明仁統一相は2日、高官級の南北当局者会談を9日に、イタモン店で開催することを、記者会見を通じて、北朝鮮側に提案。ムンジェイン大統領は、北朝鮮側の姿勢を歓迎すると表明した。